はい、どうも皆さん、トライアングルです。ついにですね、多分少し前の動画で話していたと思うんですけど、伏黒当時5体で、まあ、頼市に勝つことができるという動画を出したと思うんですよ。で、本当に実際にやってみて、まあ、うまくいけばっていうか、普通に5体、まあ、5、6体で、まあ、勝つことができるんですよね、頼市に。で、今回、その頼市より、実際ちょっとダメージを受けてしまう、この老いた頼市 VS 呪術廻戦の、キャラクターで戦ったらいけるんじゃないかということでちょっとやってみたいと思います。動画ちょっと見てない方のために言うと、まあ伏黒当時、こちらが実はね、頼市とまあ対マンで戦ってたんですよ。でそれを5回繰り返したんですけど、1回で30ぐらいダメージ与えれたんですよね。で、まあ、5体ぐらいで150体力で勝つことができるんですけど、乙骨くんと戦わせたらもっとダメージ与えたんですよ。で、さらにマコラも打撃ができる。さらに、ゲトウにもダメージ、ゲトウがダメージ与えました。頼市ね。本家の頼市に。なので、もうこの4体で、もうかなり瀕死に与え、することができて、かつ、ジョーゴ。まあ、ダメージ当たるかわかんないですけど、まあ、一応ジョーゴ。さらに、伏黒くん。伏黒くんは、まあ、一瞬でやられてしまうんだけど、もしかしたらマコラを召喚する可能性があるんですよ。そしたら、マコラ OK です。そのまま、マコラをぶつけることができる。では、要はマコラ2体ですね。まあ、これは完全運なので、一瞬多分一撃でやられます。はい。で、あとはまあ、菅原さんと、まあ、花見。で、さらに最後、スクナですよ。こちらもスクナもいるので、まあ、ここで勝てるし、さらに、スクナに関しては多分領域展開与えないと、多分ダメージは入らないと思うんですけど、これ今回いけるんじゃないかな。行きましょうか。はい。ということで。行くぞ。いやー、これは、まあ、これは今回呪術廻戦を応援させていただきます。頼市大好きなんですけど、大好きだけど、今回は呪術廻戦。圧倒的に力の差があるので、1体ずつの。行きましょう。さあ、ごめんなさい、うるさかった。さあ、花見、仕方ない。ここはね、もう予想通りよ。では行きます。さあ、菅原さん。菅原さん、さあ、どうだ？一発、雷を撃つんだ。あー、これ、これで多分ね、お互い、どうだ。いやー、早いよー、早すぎるよー。いきます。はい、さあ、伏黒くん、出た、来たー、すげー、奇跡。え、あ、ダメじゃん。ダメかよ、ダメなのか、今のダメなのか。伏黒くん生きてないとダメみたい。ジョーゴ、さあ、頼むぞ。ジョーゴ言ってくれ。ジョーゴあれ、思ったより全然なんかダメじゃん。あれ、待って、こっからよ。本番こっから。さあ、本番だ。いけ、ゲット。そう、早い。何これ、何してんの。いいぞ、いいんじゃない。タルク、おお、10か、思ったより。まあ、しかし仕方ない、もうこれは仕方。さあ、そして渦巻き、待って、この間、ちょやりすぎ、やめてあげて。ゲット君の体力はもうゼロよ。110、10ダメージか。さあ、マコラは、純粋ダメージ与えられます。はい。実際に、本家の頼市と、戦っているので、もう検証済みです。だから、こっから、ええ、ちょっと待って、やだ、ちょっと待って、おかしい、なんでこん、ちょっと、ちょっと待って、おかしいだろ、ちょっと待って。伏黒当時。頼むよ、当時企画が終わってしまう、企画が終わっちゃうからお願い、頼む、攻撃してくれ、倒してくれ、ある程度、ちょっと、どう、あらららあるむしろ、ちょっと待って、おっこつくん、お願い、おっこつくん、頼む、おっこつくん、君ならやられる、頼むぞ、いけ、リカ、リカ、一発殴ったぞ。リカ殴ったぞ。いいぞ。リカやめてあげて。リカを攻撃するのやめてあげて。リカ逃げて。リカ早く消えるんだ。リカつくなー、つく、よーし、来た。え、何、なんで今チン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 鳴ってたよ。え、今鈴の音鳴ってたよ。え、もしかしてさ、頼市おい、めっちゃ強い？わかった。じゃあ、わかりました。こんな強いんだったら、
じゃあこの置いた寄り位置じゃない通常の寄り位置でやってみようよ。これえそんな、まあ運とかもあるんだろうけどね、タイミングというかあると思うんだが、こちらですね、こちらがまあ若かりし頃20歳の頃の寄り位置ですね。はい、ではもう一度行きたいと思います。花見、まあ、ここら辺はいけ、一発、1だけでもダメージ与えればいい。そしたらいい。おぉ、0.1 は数じゃないな。さあ、ここもまあまあ仕方ない。これは仕方ない。ここら辺は、そして、頼む。うん。さあ、行くぞ。無限の彼方へ。さあ、行くぞ。いけ。よし、どうだ。結構当たってるんじゃない？これ当たったでしょ。さすがに、今のはダメージが入ったで、ごちゃらん、0.1。ああ、こっち、向こう行かないで、おい、よりちゃーい。さあ、行け。よし、いいぞ、いいんじゃない。これは、かなりダメージ与えられてる。そして、渦巻きは多分無理そうだね。無理そうだが、どうだ？え？おかしいです。皆さんおかしいです。前と違います。前はもっとダメージ当たってたもん。みんな、見てくれてたよね。動画、よかったら概要欄に貼っておくから見てください。もっとダメージ入ってた。違うの。あれか、アップデートで変わったのか。アップデートで変わってしまったのか。そんなことはない。どうだ、当時、いいぞ、そう、当時。うん、おかしい。何かがおかしい。おっこつくん。さあ、リカとおっこつくんの、この二人のパワーなら必ず伝わって戦ってくれると信じている。さあ、どういうことだというのかね。ダメージ入っ、もうやられておる。どういうことだ。なんか体力が全然今減ってなかったぞ。見たぞ。私は見たぞ。ちょっと待って。おかしい。ちょっと待って。少な！早く、鈴の音を鳴らすんです。チリン、チリン、チリン、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 チリン、チリン！あら、それじゃ、はん。え？あれ？おかしくない？あれ？ちょっと待って。ほら。言ってくれ。ああ、ダメだ、これ、当時、ああ、なんか、ハエみたいになったら、当時で戦うんでした。忘れてた。あれ？なんか前は、もっと、シグロ当時一体で、どうだろう、30ダメージとか入れてたはずなんですけど、で、おっこつくんとかでももっとダメージ入ってたんですよ。なんで、あれ？なんか僕、もっと入れ間違えてる？それか、アップデートで、いやー、変わった。もし、ちょっとね、これ実際に見たいっていう、方がおりましたら、ぜひちょっと概要欄にその動画貼っておきます。多分、3日前、4日前ぐらいに投稿してるんですよ。そちらちょっと見ていただければなと思うんですけど、まさかまさかのよりいち VS、呪術廻戦のキャラクター、全員でやった結果、ちょっと後で動画見直します。あれ？結果は、まさかの、よりいちと、おいたよりいちの圧勝でした。はい、どうしてもね、なんかちょっと、の前、絶対前と違うと思うので、ヘルモードにしてみました。ヘルモードのよりいち。そして、ヘルモードの、伏黒当時とか、おっこつくんにしてみました。これならどうかな？おっこつくんと戦わせてみよう。どうだ？おっこつくんダメージ入るでしょ。多分当時だけだと思う。当時がおそらく、ダメージが入っ、いや、当たってるね。そうだね。うん。当時だけ、なぜかちょっと、よりいちのダメージが入ってなかったんだと思う。さあ、しかし、どうだ？リカを倒して、ここでリカを倒せ、まだ耐える、まだリカは耐える。今回ちょっと当時なしでいってみるか。どうだ？おら！やっぱりヘルモードの方がダメージ与えれる。さあ、そしてここでもう一回ちょっと、もう一回やってみましょう、ゲット。さっきのちょっとリセットだとして。ごめんなさい。当時がちょっとダメージ入らないという、ちょっと、ん？どうした？あ、もう渦巻きか。もう渦巻きになったんだ。あー、そっか。じゃあ次。さあ、少な。さあ、領域展開。チン、チン、リリ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 ン。鈴の音が鳴ってくれ。鈴の音が鳴りません。鈴の音を鳴らしてください。あの鐘を鳴らすのはあなたです。いや、でもこれやっぱりあれだったね。ヘルモード、ヘルモードで、やったら、ちょっと当時がね、なぜかちょっとダメージ1もダメージ、なんか、食らわないっていう、
ちょっと、まあ、バグなのか分かんないけど、が出ちゃってしまっていたのであれなんだけど、この体力で投手と戦ったら、もしかしたらこれ、勝てたかもね、この5体で。これなんかね、ちょっと多分カットしてると思うんですけど、これね、今さっき戦わせたんですよ。戦わせたんですが、なんかね、ほら、当時がダメージ受けないんですよ、より1から。で、乙骨くんと戦わせたらダメージを受けてたので、まあ、多分、ちょっとバグなのかわかんないですけど、はい、いやでもこの感じ見てるとどうかな、さすがに当時やられてたかな、130。でもね、ちょっと、あれなんですよ、実は、ゲトが、倒したわ。まあ倒したのは当たり前だけど、でも多分体力的に975をさっきの時間で削れてたかっていうとちょっと微妙だね。でも、実はさっきちょっと体力1、当時がね、その体力減らなかったのでカットしてると思うんですけど、ゲトウが最初、より1と戦って、なんと半分ぐらい削ったんですよ。3分の1かな ?3 分の1ぐらい削ってたんですよ。だから、そのゲト、さっきちょっと偶然というか、ちょっとしか、ダメージ与えれなかったんですけど、これで今回どうだろう。それがもし、1回目の体力の減り方をさせたとしたらどうだろう。あー、もっと減ってた。170何ぐらい削れてたんですよね。それがあったら、当時合わせてもしかしたら勝ってたかもしれないですね。ヘルモードの、より1と、呪術廻戦のキャラクターだった。ついに、より1を倒すという、ついに現れましたね。今までも絶対倒すの不可と思われていたより1を。まあ、1対1対マンではさすがにまだ勝てないんですけど、そういうキャラクターが出てきたということで、まあ、五条先生以外でね。はい。まあ、ちょっと今後、まあ、呪術クラフトで、五条先生、まあ、ダメージが入るように多分していただくとは思うんですけど、それが出てきた時により1がどうなるのか。そしてより1自身もね、今ずっと結構より1はこの感じなんですけど、まあ、もしかしたら今後リメイクで、より1はさらに、パワーアップするかもしれないので、その時にね、また五条先生と戦うとかもあるかもしれないので、ちょっと楽しみに待ちたいと思います。ということで、じゃあ今回はこの辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。